笠子さんの、Kindle の本見ててもそう思ったんだけど、物事ってプラスマイナスねえんじゃねえかなと思ってね。そうなんですよ。だから自分で勝手に決めてるだけで、マイナスだと思ったことでも、後々生きてきたりすることがいっぱいあるじゃないですか。ね、笠子さんの本でも、仕方なく金融の方行ったとか、あったじゃないですか。もうそれが後々やっぱり生きてきたりとか、するから、だから何がマイナスで何がプラスかっていうのは全く、ね、その時で自分が思っているだけで、後々になってみるとそれがすごい原動力になったり、鍵になってきたりとか。ね、そう考えると、本当に一見、ああ、嫌だなと思うことも意外と、ね、まあその渦中にいるときは確かにね、そんなことは思えないと思うんですけど、まあ今コロナじゃないですか、こんな感じで。まあ大変な人はもう大変ですよね、飲食関係だったもんね。でもね、こう視点を変えるとね、また違った面も見えてくるのかな、なんか思ったり。大変な時でも、やっぱりこう、準備するじゃないですか。足を止めないっていうか、何かやってるじゃないですか。それがまた後々生きてきたりして。そうなんですよね。それがすごいなと思って。